感染者だ。次の座標へ急ごう。このままじゃ魔高額迷彩よ。ここな。感染症の症状を写真を撮っておこう。すごいリアル。自由シティか。もう4年ぶりかな。街の様子も大きく変わってる。旅行気分でやりたくなるもんな。しかし人体実験に関わる以上、目標に向かおう。ラボ131、裏で生物兵器を開発していると噂されてる。噂ね。まあこんな噂がないと多分依頼も来ないでしょう。そうね、ターゲットをもう一度確認しよう。まずは屋上から潜入する。ターゲットは2階にある実験ブロックと地下1階のサーバ室。証拠を見つけたら安全ルートから脱出。もしセキュリティにバレたら1階の避難通路から強制突破。ターゲットに着く前に見つけられたら失敗。まあ光学迷彩を使えば問題なかろう。で、このまま行くか。これを売ったらボーナスね。これ何の生物？まずは地下行く。ここを通れば施設の裏口。せいせい。ふんふん。せい。
ね。パスワードはこれか。これでサーバ室に入れる。玄関から出たらまずい。ここを通れば。まずは全て3階の特別実験室からのもの。あっちへ行けばきっと決定的な証拠を得られる。3階の特別実験室へ行こう。特別実験室、処理プロセス中止、セキュリティシステムオフ。よし、自動ドアのロックはこれで解除した。人体実験の秘密はきっとこの中に。化け物。これはどういう状況。それより早く人体実験の写真を撮らなきゃ。これくらいでやばい。安全ルートから脱出しよう。3階の特別時ここなら出られる。よっ、ずいぶん急いでるようだな。何か予定があるのかい。誰。自由シティ公安2か所、機動警察隊隊長のジュリア・ハーモンド。あなたを重要参考人として連行する。一緒に来てもらうわ。断ると。面白いこと考えてるね。まあこっちも話し合いより実力行使が好きでね。だいたいその格好じゃ襲撃犯に間違いないだろう。あら、警察にあるまじき暴言ね。そんなこと言い出して本当に大丈夫。どうぞお気遣いなく。忠告する。警察だったら私よりこの施設を調査した方がいい。では。このまま逃げられると思うな。警察をなめんじゃねえ。機動隊の底力
見せてやる。ようやく逃げ出した。初めてじゃないけど、警察に目をつけられたらやはり面倒なことになるな。ほんと疲れた。ホテルに帰ったらお風呂でも入ろっか。お風呂はないが、監視所のシャワールームなら無料で使えるよ。どうだ、悪くない提案だろ。新型のモビルアーマー。早く武器を捨て投降しなさい。自分の腕に自信があるのはわかるが、生身の人間はモビルアーマーを相手に勝てるわけがない。貴様の負けだ。それはどうかな。モビルアーマーだと？テロリスト風情が。決めつけるのは良くないのよ。もう騒ぎ起こしたくなかったのに。今回はこっちから行くわ。負けた？だと？ミッションコンプリート。ずいぶん荒れ果ててるな。外から見れば研究施設はここにある可能性が考えにくい。やはり、あ、いや、待って、あの壁の後ろに何かがある。隠し階段か。面白くなってきたわね。研究員が残したものらしいね。わった。
例の実験はまだ続いてるなんて信じられない。一体誰が。研究記録をダウンロードしておこう。きっとこの中に答え。何あれ、新型変異体。見たことのない。気をつけなくちゃ。普通の変異体より手強いな。早くここから出よう。嘘。おとなしく寝なさい。しつこい男はモテないわよ。余裕余裕。
やはりあなたか。その姿で授賞式に出るのは絶対無理よ。観念しなさい。これがマッドサイエンティストの哀れな最後か。そこ、重要参考人26。あら、奇遇だ。お前がここで何をしているのかは多少心当たり。今度は捕まえに来たわけじゃないが、このまま見せ、もうしつこいのが。お互い様よ。今日はこのぐらいにしておこう。お互いまだやることが残ってるんだろ。珍しく意見が。では失礼。致命傷与えたはずなのに。あれは、ビードマックスだ。間違いない。奴は周りの変異体を取り込んでさらに進化したわ。モビルアーマーを呼ぶ。あなたは早く避難して。その傷じゃ戦えない。わかった。なあ、何を。3日後、ここでお前と勝負する。そっちが勝ったら連行の件はチャラ。今回は特別見逃してやるからさ。悪い話じゃないだろ。そうね、考え、私は待つからな。じゃ、やつの傷は目に見えるスピードで回復している。強力武器で一気に破壊しよう。ギリギリだったね。今日は元まあまあかな。今日こそ決着がつく。張り切っていこうぜ。Thank you.
乾杯だ。参考に26の記録を削除する。ありがとう。いい勝負だったわよ。言うね。まだ全力出してないんじゃないの？まさか。捕まらないように必死でね。これを私は負けたが、警察は負けてないからだ。正義は絶対に負けないから。そうね。余裕余裕。